後家庭の状況にかませてプラスアルファした方がいいもの、家庭によっては非常食にプラスして準備した方がいいものもあります。今回は赤ちゃんがいる家と高齢者がいる家を中心に見ていきましょう。非常時にはお店やスーパーから物がなくなるという話をしました。それは赤ちゃんが普段使っているミルクやおむつも例外ではありません。実際にパンデミックの際、おむつが店から消えるという事態が起こりました。通常であれば店になければネットで買ったりできますが、災害時は物流もストップしているためそれも難しいでしょう。そのためおむつや粉ミルク、離乳食などに加え、哺乳瓶や紙コップ、使い捨てスプーンなどがあると安心です。高齢者の場合は一般的なレトルト食品でほとんど問題ないでしょう。でも災害のストレスや避難生活によって体力や食欲が落ちてしまう可能性もあります。それに加えて普段からレトルトのお粥やインスタント味噌汁などがあると安心です。